公式戦今シーズンは4試合でここまで3得点も挙げています。もちろん日本代表の候補に米本、藤井、左が泉、永井は今中にポジションを取っています。縦パス、ゆか、つながって左足一発ですね。出ましたね。まあ、中盤から前の選手はバランスを取ることが非常に重要です、はい。セカンドボール米本、縦パスで長い反転、打ちに行く。難しい体勢でしたが打ちに行きました。長いから柏の方が行ったんですけど、初めてじゃないですかね、この時間帯まで中が割れたのが。でそこにうまくユンカのところに鋭い縦パスが入って、斜めサポート長いシュートまで作りましたから惜しかったと思います。でこれはもう意図的に前からの柏のプレッシャー下がった対応になりますから。マテウスカストロー、稲垣粘る、ユンカー先制、名古屋。反応して一振り、もう見事としか言いようがないんですけどね。左足なんですけども、止まったところから瞬間的に反応して、少しアウトサイドのかかとの辺で残してからの振り抜きですから、巻くというよりも少しこう分厚く当てて巻きながら落とすみたいな感じだと思いますね。そんなに大きな回転はボールにかかってない。ユンカー胸コントロールからもう一度左足、強烈、ユンカー1点目もそうだと思います。胸で止めてからやっぱ早く先頭、細谷、いいタッチ、浮かせてきた。我慢した、よく我慢した。オフサイドはないですね。トラップもパーフェクト、はい、あーワールドカップの浅野を見てるような感じでした。そうですね。カウンターです。長いキャスパー、ユンカー、森下上がります。前にマテウス、戻して泉を飛ばして長い、長いフィニッシュ、ですが人数がかかってました。ユンカーからこのファーストタッチで勝負ありですよね。あとはもう一つ右足で持ち直して瞬間的に一瞬時間とタイミングを作って、最後は右足のインサイドで巻いてサイドネット、素晴らしいですね。そこに至る稲垣のチェック、マテウス、カストロー、長い距離、森下追い越してきた、中ユンカー、ラストパス、ルーズボール、ゴール。相手オウンゴールを誘発しました。名古屋カウンターアタック、いい位置にやっぱり最終ラインディフェンスは入るというのはこのセオリーですから、でその背中顔振ってユンカーがいること分かっているので、どうしても足は出しますよね。まあ、それぐらい鋭いところに森下もボール入れましたし、はい、うん、まあ、森下に 0.5 点ぐらい上げてもいいんじゃないですかね。そうですね、はい、新橋が下がります。しかし惜しい場面作りましたけど最後にね、はい、終わりました、0対3。